さあここで庄司が今度はどう出るのかという前に、今荒牧のほら下半身の動きですね。ここでどう、この辺は本当独特の荒牧サッカーというか、さあ今顎に足がかかったが、これも今ひょいと抜けるようにして踏みつけ、ここで動きが止まった荒牧拓夢、戦いですよね。しかしそれをあのタイミングで、はい、いいタイミングで出せるこの庄司という男、そうですね、あそこまで強烈に出せる人見たことないですね。これはなんと言っていいのやら、またまた今夜びっくり箱から一つまた一つ大きな